はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。ご覧の通りですね、スーパーファイトシリーズ、第4回目か、1981年3月9日大分県臼杵市大会からのスタートです。ツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube でもアーカイブ YouTube でもプレミア公開いたします。2日後4月1日21時からですね、プレミア公開予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを見ております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねをお願いいたします。 This live archive my Twitter X my アカウント Please follow and リポスト and good ボタン Please。 ではまずここにある通り米村天心対エル・コバルデ戦から行ってみたいと思います。素顔が、では行きましょう。米村天心対エル・コバルデシングルマッチです。から比べ、レッグロック、フライングメイヤー、ドープキックは不発。おーっと、パンチを連打から腹固めだ。
ボディスラム、カバニク、カートアン、さあハーフボストンです。おい、お足を抜けるキックだ、トーキック、サイドスープレックス、エルボーをかます、米村天心、さあカバー丸め込む、エローです、エローですね、コバルですね、さあ天心ボストンクラブ、フライングメイヤーからチョップで、チョップを打つコバルデ、そしてボディスラム上がらない、リバースへ返す米村天心、おっとなんだ、ロープに、ロープの硬いワイヤーに首を引っ掛けたコバルデ、さあデックロック、チョップに行くが、そしてサイドスープレックス、サイドボストンクラブです、ハイグメイヤーからダイビングボディープレスだが、これはロープウェイク、逆さ抑え込みだ、コバルデカウント2、おコーナーポストからダイビングボディープレス、だが追撃いけないコバルデ、おっとデハックだ、ダブルアームスープレックス、鮮やかに決まった米村天心、おっと小村ですね、これは変形の、逆さ抑え込みコバルデ、だがロープブレイク、さあこれで米村がボディスラムモンドリュってコバルデ場外へ、米村天心追いません、コバルデ戻ってきました、お逆に場外出してコーナーポストからダイビングボディープレス、高さがあります、そして場外でのコブラです、おフライングクロスチョップかな、カマーに行く、どうだ 2.9 コーナーポスト、ヘッドバット、お両者ダウン、そしてブレーンバスター、ボディスラムからエルボーです、ドープキック、ボディスラム、さあこれは飛ぶぞ、プランチャー、空中殺法披露していきます、そして場外ダブルアームスープレックス、このダメージは大きいぞ、フラフラしているコバルデ、ロープに振るコバルデ、エルボー、エルボーで棒アンダーロー弓矢固め、さあ耐えられるか米村天心、なんとかここは耐えた、ボディスラム、すぐ立ち上がるコバルデ、そしてまたブレーンバスターだ、バックを取るがフライングメイヤーでかわすコバルデ、ボディスラム、おおヘッドバット、
持っていきます。ロープに振ってエルボーだ。ん？靴落ちる。転身投げてドロップキック、鮮やかに決まりました。16分も経過してますね。意外と長時間戦になっている。バックを取ってロープに振ってエルボー、サイドエルボー、バックドロップ、コバルデ鮮やかに決まったがエルボー、ちょっと追撃すぐに行けなかったら痛い。天心ドロップキック、さあどうだ、 2.9 コバルデなんとか返しました。追撃のサイドスープレックス、天心どうする、あ逆にショルダーバスターでコバルデ投げてカバー、スリーカウント。天心追い詰めましたが惜しくもコバルデに敗れました。さあ続いての試合は、寺西勇対エローデスです。シーツではエローデスが勝利しております。30分かな。では行きましょう。寺西勇対エローデスのシングルマッチです。グランドヘッドロック。ドープキック。ボディースラム。ボディースラム。そして首四の字。チョップを打つ、ドープキックは不発、バックドロップ、さあ倒してサイドグラウンドヘッドロック、チョップからカバーに行く、どうです、キック、トーキックの連打で2位アタック、2位を武器しますエローです。さあ手足ヘッドバット、3位キャメルクラッチ、そしてエローですバックドロップ、
レッグロックで締め上げます。5分を過ぎ経過、逆に手足がバックドロップ、そしてドロップキック、これは鮮やかに決まった。おーっと前に落とす手足、ジャーマン 2.9 惜しい。シーツではこれエローデスが勝利してます。おっとかグランドの肩固めだな。ヘッドのパンチ、お丸め込む手合し、カウント2回してラリアット、エローです、エローです、ダイビングボディープレス、カウント2。展開が早くなっております。さあ場外に起こして手足が戻ってきた、手足逆さ押さえ込み、カウント2、ヘッドバット、エローです、ガッツポーズからカバーに行く、カウント2。さあロープに振ってエルボー、セントン、逆に手合しがストマックブロー、おっとジャンピングヒップアタック、星中みたいだ、2連発、おーしタックル、さあ丸め込む手合し 2.9 惜しい。さあ間もなく10分経過、ブレンジャンピングブレンバスター、手足場外へ、手足ここでストマックブロー、いやバックブリーカーかな、場外カウントは進んでいきます。両者戻ってきました、ドープキックエローです、あエローです、そしてダブルチョップ、上がらない、手足リバースでブレンバスター、手足どうする、パンチを打つ、手足をリバー、おっと手足倒して足4の字だ、決まった、テクニカルな動きで、手足がエローデスに勝利いたしました。技ありの勝利ですね、手足。さあ次がラッシュ、なんとラッシャー木村がここで登場です、レイキャンディーとのシングルマッチになります。このレイキャンディーとのシングルマッチは24日宮城県和泉市体育館大会で、IWA の世界選手権大会として、行われますタイトルマッチ、その前哨戦で、シングルマッチは組まれるということになります。シーツでは両者リングアウトにこの日は終わっております。レイキャンディーはどこだ、で試合は30分かな、レイキャン8、 BGM も変更では行きましょう。ラッシャー木村対レイキャンディー前哨戦シングルマッチです。バットロープに振って、エルモカバーに行く、チョップ
ボディスラム投げ捨てます。エルボーです。打つ木村、ヘッドバット、ボディスラム、エローです。レイキャンディ、キック、トーキック、シンプルな技の攻防が続きます。ストンピング、ホールに入る、ちょ逆水平、木村タックルはカース、コーナーに押し付けて、キックの連打、カバーに入ります。カウトワン、逆にレインキャンディがカバー、こちらもワン、エルボー、カウントワン、お顔面かけむしり、新手技に出ますラッシャー木村。さあ今度はレイキャンディがストンピング、お2を打つ木村、そして2クラッシャー、ヘッドバット、ラフな、比較的ラフな技を多用していますラッシャー木村。このラッシャー木村、本番に向けてレイキャンディを痛めつけておきたいところか。そしてロープに振るが返ってこないレイキャンディ、2連ボストンクラブ、腰を痛めつける、ストンピング連打、そして高速バックドロップ、さっきとらえたことでしょうね、一瞬の早技に木村も。ロープに振ってラリアット、カバーに入る、カウント2。さあストンピング、お、ヘッドバット、タックル、そしてフル、ネックブリーカードロップ、疲労が結構木村もあります。そしてバックドロップ、レイキャンディ、これはやっぱり強いな、レイキャンディ、ヘッドバットを連打、ラリア、後ろからラリアット、木村。さあ当たりが強いこの日のラッシャー木村だが追撃いけない。そして木村ヘッドバットの連打、バックドロップ、レイキャンディ、レイキャンディも少し疲れている感じです。これを寝かして起こして、エルボー、ブルドッキングヘッドロック、木村お得意のブルドッキングヘッドロックが決まりました。さあこれでコーナーに打ちつけてヘッドバットを連打です。さあ打つヘッドバット、ラリアット、パンチを打つ、攻勢に出るレイキャンディ、そしてジャンピングエルボー、両者ダウン。さあ13分を経過しております。この決着はどうになるか、場外へ追っかけていくラッシャー木村、ブルドッキングヘッドロック、場外、木の板のところに締め付けてますね。レイキャンディが
美白持ってきます。おっとちょっと疲れているとこをバックドロップ決まった。一瞬の隙をつきましたラッシャー木村。さあ今度はレイキャンディーがどうするんだ。おっとネックブリカードロップラッシャー木村。ちょっと疲れている木村も、あーコーナーポスト打ちつけてとボディアタック、そしてバックドロップ、これも早いヘッドバットだ木村。さあこの日は30分一本勝負で行われます。ジャンピングパイルドライバー、さあカバーに行くか、カバーに行った。さあ木村返せるか、返せない。前哨戦はレイキャンディの勝利、木村残念ながら敗れました。さあ、ここからですね2試合はルーテイズ杯です。まずは A ブロック、鶴見五郎対大山勝三ですので、これびっくりですね。本当？本当だ。独立グレンタイ対決ですね。シーツでは鶴見がリングアウト勝ちしております。まあ、これもやっぱり日本人外国人チーム関係ない。総当たりなのでこういう対決は避けられないということになりますね。同門対決となります。鶴見と大山、20分かでは行きましょう。ルーテイズ杯予選 A ブロック、鶴見五郎対大山勝三です。ネックブリカードロップ、ボディスラム場外へ。独立グレンタイ同士の戦いとなりました。戻っていきます。またも足踏みホール、またもネックブリカードロップ、カバーに行きます。カウント1、ヘッドバット、ネックブリカードロップ、そして2、お、これはチンロックですね。お、釜固めに行く、テクニックな部分もあります。鶴見五郎エルボー、おー裏剣、おーサイドバスター大山、そして
パワーボム投げっぱなしカウント2、これが俺たちを独立グレンタの戦いなんだというところを、見せつけてます両者。大山はですね、このシリーズ最後に正確に言うと19日の和歌山御坊市体育館大会を最後に引退してしまうので、あと 2.9、 最後の本当に花道みたいな感じですね。マスター、さあボストンクラブです。12日にはですね、金網デスマッチも控えている大山。おっと3カウントだ。あっさりそんなことを言ってるうちに独立グレンタ対決は終わってしまいました。ちょっと名残惜しい。なんと急所蹴りからは耐え難いですね。ラフを突き進んだ、ラフを、突き通した大鶴見が勝利いたしました。そして次がマッハ隼人対、レッドデビルことビル・ホワイトですね。そうだ、レフェリールーテーズにしないといけなかったんだ。では行きましょう。マッハ隼人対ビル・ホワイト、ルーテーズ杯予選 B ブロック公式戦です。ごめんなさい。さて、蹴りに行く、蹴り合いです。そして上がらない、レッドデビルがブレインバスターを決めます。ロープに振るがレッドデビル返ってこない。エルボーとスレッドデビル場外へ、ここは深追いしません。マッハ隼人同時目スリーパートーキーク、
上げます。おっとアームロックマッハハヤト、腰投げ、パンチを打つ、ネットデビュー。さあブレーンバスター、マッハハヤト鮮やかに決まりました。もう一発、これがレッドデビル場外へ、こちらも追いません、マッハハヤト。さあレッドデビルがエルボー気味のパンチ、そして崩す、またもブレーンバスター、マッハハヤト多分早めに勝負を決めたいところか。バーがあります、マッハハヤト。お、丸め込んだ、カウント2、ロープに振る、巻き投げ一戦。さあコーナーポストに上がってダイビングボディープレスはレッドデビル避けられてしまった。そしてしかしフライングクロスチョップを決めたマッハハヤト、パンチ連打、レッドデビル、レッドデビル、これはレクロック。さあこれはマッハハヤト、メキシカンストレッチだ。さあマッハハヤトコーナーポストに上がって、回転してのボディアタック、そして同時目スリーパー、一気に攻勢に出るマッハハヤト。なんせ20分ですからね、まあ、実際は20分で決着つかないと延長っていう形でしたが、さあ丸め込むマッハハヤト、スリーカウントを決めました。マッハハヤト返し、レッドデビルに会心の勝利、これはシーツ通りとなりましたね。前方回転エビ固めが鮮やかに決まりました。さあこの日のメインイベントがタッグマッチになります。アニマル浜口、マイティ井上組対ルーク・グラハム、そしてマイク・ボイエッティです。さ、レフェリーパンチ佐藤にして、パンチ田原か、パンチ佐藤はプロ野球選手ですね。45分一本勝負、となります。さあこの日のメインイベント、アニマル浜口マイティ井上対ルーク・グラハムマイク・ボイエッティのタッグマッチです。さあ先発はアニマル浜口とルーク・グラハムになります。シーツでは浜口井上組が勝利しております。さあ井上タッチ、井上エルボーを隙を見てかましました。
から比べ。さあ、マイク・ボイエッティにタッチしております、外人勢。さあ、これはボストンクラブ。ボイエッティ、ボディースラム。パンチを打つボイエッティ。パンチを打ち返す。そして、スピングとホールド。DDT、ボイエッティ。ボイエッティ、ルーク・グラハムにタッチ。パンチを打つ。ストレートパンチですね、ルーク・グラハム。おっと、これはいけません。バックの。パンチ。パッチに行く。パンチパンチ。井上タッチ、ボディスラム。ドバット。巻き投げ一戦。ドープキック。タッチに行きます。ルーク・グラハムにタッチ。さあ、井上が出ております、日本勢。おっと、急所攻撃だ。パンチ。ダブルオンブレーンバスター。パンチ。さあ、これはまたバックの。さあ、エルボー。おっと、ジャンピング。靴へ落ちる浜口。さあ、これも反則です。反則を対応するルーク・グラハム。おっと、ジャンピングネックウリーカー。お、バックリップ、カバーに行く。カウント2はカットに入られました。お、井上がネックウリーカーから浜口エルボー、連携攻撃。井上タッチ。さあ、ボイエッ外人勢をボイエッティにタッチ。井上が、おっと、滑ってしまう。パンチを打つ、ボディスラム。井上バックドロップ、決まっホールド。だが相手コーナー近すぎた。 DDT を食らってしまう。ボイエッティ投げる、丸め込む。 2.9 でカットされます。惜しい。お、ブルドッキングヘッドロック。浜口、ボイエッティを攻める。さあ、これチャンスだが、ここは浜口一旦タッチをします。パンチを打つ、パンチ。ルーク・グラハムにタッチ。気合だが来た。ジャンピングヘッドバットです、ルーク・グラハム。おっと、これ浜口か、出血じゃないでしょうか。
さっきのヘッドバットで流血です。浜口から浜口井上たち、これはアクシデント。井上ネックブリーカードロップを場外へ、トラスキークを椅子を取り出してきたルフクグラハム、これはいけません。だが椅子が捨てられる。パンチを連打ルークグラハム、ボディスラムルークグラハム、たまず場外へ。さあ浜口が攻撃します。試合権があるのはグラハム、場内戻ってきましたがバックドロップ。浜口鮮やかに決まった、井上鮮やかに決まった。井上から浜口タッチ、おっとまた急所攻撃だが隙をついてレッグブリーカー、ネックブリーカードロップ、グラハムをボイエティにタッチしてダブルのブレンバスター。浜口タワーズ場外へ。浜口とボイエティです、権利があるのは。そしてブレンバスター、タッチに行きます。そしておっと攻撃行く、ヘッドバット浜口、ルークラハムジャンピングパイルドライバー、カバーに行くか。浜口出てくるが間に合わない。アニマルハワチルークグラハムの前に敗れ去りました。シーツでは浜口井上組の勝利だったんですけどね。ということでここまでが3月9日、薄岸大会となりまして、翌3月10日は船で、渡りまして、愛媛県の今治市に移っていきます。結構船って言っても遠いですよね。後に腰掛けた、薄岸ってどこにあるんだ。薄岸はそうですね、結構大分の南西なんで、そこから行くとなると一度佐賀関っていうところに上がって、そこから国道フェリーで愛媛県の三崎に行きまして、そこからまあ当時はあんまり道も整備されてなかったので、あのカーブの多い佐田岬半島を通って伊方原発もあったのかな、横通って八幡浜、さらに高速道路もなかったので国道56号線を通って、今治へってことになりますね。
い、結構な移動時、フェリーを加えて結構な移動時間だったんじゃないかなと思います。さあ、3月10日その愛媛県今治市大会、ルーテイズ杯予選 A ブロックからスタートです。このマイク・ボイエッティがそのまま出て、手足勇が登場となります。ルーテイズ杯手足勇サム対マイク・ボイエッティ、シーツでは、ボイエ、手足が勝利しております。では試合いきましょう。三角締めボディスラムを締め上げる。さあカバーに行くがこれは返される。レッグロック提案し、トーキーク、さあチンロックです。手合いし、おお、これバックブリーカーだな。トス、さあヘッドロック、グランドヘッドロック、手合いし、関節技で攻めます。締め技ですね、関節というよりボディスラム。ドブキック、ボディースラム、カバーに行く、そしてバックリーカー、パンチを打つ、巻き投げ一閃、そしてキャメルクラッチ、今度はボイエッティがキャメルクラッチ、エルボーを手返し、おお、モンドユーツ DDT、 ボイエッティフライングメイヤーから、ここは一旦よそ見ます。もう一回投げて、エルボー、バックエルボーです。ちょっとボイエッティ早くも疲れが溜まっている。さあだがキャメルクラッチで攻めます。ボイエッティシーツではこちら手足が勝利しております。トラスキック、ボイエッティ攻めております。ボイエッティバックの取り合いか、ジャーマンだがロープウェイク、レフェリーはルーテーズ、丸め込む、 2.9 手合し、惜しい。バックエルボー、ボイエッティかけますが、おっとカバーして、3カウント、手合し3カウントを奪いました。
グランドコブラですね。さあこの日はルーティーズ杯がなんと4試合あります。エルコバルデとレッドデビル、外国人対決ですね。エルコバルデがシーツでは勝利しております。レッドデビルはビルホワイト、20分ですね。こちら実際はでは行きましょう。エルコバルデ対ビルホワイト、ルーテイズ杯予選 B ブロックです。ショージャースルーネックロック、さあロープに振って、ダブルチョップ、バックドロップ、鮮やかコバルデ、レッドデビルを攻めます。さあストンピング、コバルデ取り、出先はコバルデペースか、ダブルチョップ、そしてチョップ、エルボー打つ、またエルボー、攻め疲れはありますからね。だがこれはレッドデビルがブロックしたか。レッドデビル顔面かきむしり2連発だがコバルデブレーンバスター、バックドロップ大技が続きます。そしてグランドヘッドロック、バックドロップ、ボディースアーム、バックドロップ、コバルデ波状攻撃、さらにエルボー、さあコーナーポストからダイビングにジャッピングに 2.9、 4分でもう 2.9 まで追い込んでます。コバルデ、エルコバルデダブルチョップ、さあ打ち倒す。さあ今レッドデビルいいとこはありません。おっとフロントネックチャンスリーだ、エルボー打つ、反撃に行きたいレッドデビル、場外へ深追いはしません。エルコバル、コバルデ画面かきむしり、レッドデビル投げて、お逆に倒れてしまう、力量差が見えているのか。そしてもう一回投げて、トーキック、バックドロップ、そしてレックロックからカバーに行くが、これはなんとノーカウントで返されてしまう。おコブラツイストだ、コバルデボディスラム、パンチ、画面かきむしりパンチ、さあコバルデバックエルボー、レッドデビル投げる、うんこれは急所攻撃だ。さあコバルデ上がらない、リバースへ返す、ようやくレッドデビルを反撃の兆しか。コーナーポストを押しつけるだが乗りません。エルコバルデエルボーを崩す、コーナー押しつけるが画面かきむしりチョップ、バックブリーカー、レッドデビルが一気に巻き返してきました。見えてます、レッドデビルボディスラム、あと ドロップキック不発、逆に
レッドデビル画面かきむしり、サンル上がってダイビングに、だが追撃いけません。エルコバルデちょっと前半の攻め疲れが目立ってきたか。レッドデビル断面かきむし2連発ショルダーバスターだ。これは鮮やかに決まったエルコバルデ、さあどうだ、スリーカウント。後半少しレッドデビルを粘り苦労させられましたが、最後はショルダーバスター一発でスリーカウントを奪いました。エルコバルデが勝利です。さあ続いてはマイティ井上対大山勝蔵の対決となります。シーツではこの井上が勝利してますが、果たしてどうなるか。行きましょう。マイティ井上対大山勝蔵ルーテーズ杯予選 A ブロックの公式戦です。ドープキックは避けられる。さあエルボー大山、フライングメイヤーかカバーに行くが、エルボーを打つ、カウントワン、パンチを打つ、巻き投げ、井上ドープキック、これは決まった。巻き投げからグランドヘッドロックに行こう、ボディスラム。さあもう一回グランドヘッドロック、じっくり攻めておりますマイティの上、カバーに入る、カートワンさあハーフボストンです。大山勝蔵グランドヘッドロックだが、これはロープブレイク、ドープキックは不発、ジャンピングに。さあハーフボストンに行くのは大山勝蔵、おでエルボーです。大山はここまでは五分の戦い、ボディスラムマイティの上、ドープキック決まりました、鮮やか。そしてスピングトホールドマイティの上、ロープに振ってフライングキョースチョープ、そしてサマーソードドープ決まったが、大山逆さ押さえ込みながらカウントワン、マイティ井上が抑え込むカウントツー。さあ上がらない、マイティ井上がブレンバスターを決めてグランドヘッドロック、確実に優位を奪っていきます。そしてサイドスープレックス、カバーに行く、行かないか、いや丸め込んだ、 2.9 大山なんとか返す。さあそしてダイビング2かグランドヘッドロック、大山反撃、そしてしかしバックドロップはマイティの上、そしていやもう一回バックドロップホールドに行った、 2.9 を追い込むマイティの上、そしてドロップキック、マイティペースで進んでおります。おっとサイドスープレックス、
お、大山逆さ抑え込みだがカウント1.5で返す。ヘッドバットコーナーに打ってヘッドバットボストンクラブ。大山まだ巻いて井上に余裕がありそうです。さあネックブリーカードロップ、ちょっと大山に疲れが見え始めている。ダイビング2位大山ネックブリーカードロップ、ダメージが深いがおっとサイドバスター、これは有効だ。さらにボストンクラブで攻めつけます。丸め込むマイティ井上 2.9 ギリへ返す大山。さあおっとフライングメイヤー、そしてロープに振ってキッチンシンク、ソンビングからおっと隙をついた大山、ハーフボストンだ。もう一回ロープ上に投げて負け投げ一戦、そしてバックドロップ、大山の後頭部が鋭くマットに突き刺さった。大山たまらずマイティの上を場外に投げて休憩いたします。大山ボストンクラブどうだ、まあ、なかなか効いている感じはしますが、大山を粘るエルボー、今度は大山がブレーンバスター決まってきたがすぐ起き上がるマイティの上、もう一回大山ブレーンバスター一気に攻勢、今度は井上だがブレーンバスターへ返す。大山エルボーを打つ。さあ井上巻き投げ一戦だがエルボーでバックドープさせません。エルボーを打つ。大山の反撃だ。今度はおっとレフェリーが、サマーソフトオープンは決まったがレフェリールーテイズが失神状態。さあ逆にこれも井上がブレーンバスター、ルーテンズ起き上がりました。そしてこれは大山ジャンピングパイルドライバー、そしておっとボディープレス、スリーカウント、大山粘って逆転勝ち、マイティ井上敗れました。超肉弾プレスですね。シーツは反対の結果になりましたね。大山さあルーテイズ、この日のルーテイズ杯公式戦はこれが最後になります。マッハ・ハヤト、そしてレイ・キャンディーということになります。もちろんシーツではレイキャンディーが勝利しております。さあお互いタイプの違ったレスラーと言えるんじゃないでしょうか。まあ、もっとレイキャンディーも結構動けますからね。さあマッハ・ハヤト対レイキャンディーのルーテイズ予選 B ブロック公式戦です。エルボーを打つ。さあレイキャンディーとしては負けられない一戦だと言われます。外国、このシリーズのやっぱり外国人エースですからね。
おっとバックリップボディスラムチンロックへ攻めるカニバサミカバーに入るレイキャンディーカウントワン再びカニバサミマッハハヤトカニバサミが続くマッハハヤトダイビングにさあマッハハヤトは関節も持ってますからね U の要素も入ってます再びカニバサミからどうこれです同締めスリーパーレイキャンディー振るコーナーにつけてヘッドバット3位チンロック首から海をし攻撃しますそしてジャンピングパイルドライバー首から上を集中的攻撃 2.9 完全にレイキャンディーペースになったかレイキャンディーエルボーカニバサミさあハーフボストンですマッハハヤトさあ起こしてダイビー倒す再び同締めスリーパーだマッハハヤトお丸め込んだカウントワンお持ちリフトアップして投げるマッハハヤトたまらず場外へ場外戦になるあっとブレーンバスターが決まった持ってきますヘッドバットボディスラムさあコーナーポストに上がってダイビングには読まれていたさあレイキャンディーダイビングエルボーカニバサミから釣り天井ですロメロスペシャル鮮やかに決まりましたダイ投げてスリーパーですロープに行ってエルボーカバーに行く 2.9 そしてまたジャンピングパイルドライバー決まったカバーに行きます 2.9 追い詰めるレイキャンディさあちょっとマッハハヤトフラフラしているぞだがパンチは避けたおっとパワーがすごいそしてダイビングボディープレスだがこれはロープ際さあレイキャンディー振ってラリアットタマーズダウンマッハハヤトカニバサミからカバーに行くカウト2そしてレイキャンディーブレーンバスターカバーに行かなずにバックを取るがエルボで返すさあドロップキック再び振ってラリアットこれはザボディアタックパーで攻めるレイキャンディおっとだが丸め込むマッハハヤトがカウント2ヘッドバットドロップに振っておっとダイビングボディアボディアタックですねさあこれはメキシカンストレッチレイキャンディー耐えましたねそして逆さ抑え込みだカウント2バックドロップレイキャンディー決まりましたそしてサイドいや投げますねコーナーポストからダイビングボディアタックさあハーフボストンですマッハハヤトち
エルボーです。オナポストダイビングボディアタック、ラリアットショルダースルーアームロック、ここはなんとか耐えました。レイキャンディ逆さを抑え込みだが、これはロープギアだった。さあ果たして決着はどのようになるのか。投げます、バックフリップ、レイキャンディちょっと疲れ、レイキャンディも疲れている。さあメキシカンストレッチだが、これは足がロープに出ていた、ロープ外に出ていた。お、パンチを打つハーフボストンです。レイキャンディを攻め立てるボディスラム、お丸め込むがロープギア、ロープ、お、これは空中飛ぶぞ、おボディアタックです。だがそこに待っていたのはレイキャンディのパイルドライバー、フラフラしているカウンター数えられるが15で戻ってきた。はい、コーナーポストに追い詰めてダイビングボディアタック、お場外戦に。さあこれ20分だと再試合になっちゃいます。同時目スリーパーパンチ、おっとダメージからスリーパーだ、決まった。一瞬の隙をついてのスリーパー、マッハ・ハヤトがレイ・キャンディーを破りました。さあ、この今治大会最後の試合はタッグマッチです。いきましょう。ラッシャー木村、アニマル浜口、外人サイドはエローです。そしてルーク・グラハムとなります。そしてレフェリーをさっきパンチ田原だったんでテッド・田辺に変えます。で45分一本勝負とします。さあ、いきましょう。ここの日メインのタッグマッチ、ラッシャー木村アニマル浜口対エローデスルークグラハム、シーツでは木村浜口組が勝利しております。ヘッドバット、カバーに入る、そしてエルボーだ、ボディだ、キック、ルーク・グラハムパンチを打つ、おっとベハクだ、そしてフェイスロックですね。
ここで浜口タッチ、逆水平、まだ木村が攻撃出ている。さあルークグラハムと浜口アニマル浜口、アニマル浜口、ボストンクラブ。さあ、ロデスイタッチです。ダブルのボディープレス、浜口場外へ。さあ場外戦となりました。2対1の戦い、大丈夫か浜口、攻められてますからね。おっと、ちょっとこれ気を捉えすぎているぞグラハムに。しかしなんとか戻ってきた。さあエロデスとアニマル浜口、メキシカンストレッチですね、エロデス。さあキブライタッチ、今度はダブルをボディブレーンバスターで場外を追い詰める。エロデスが攻撃、コブラツイスト、場外カウンター数えられます。さあ両者戻ってきました。エロデスかルークグラハムにタッチ、ダブルをドロップキック。今のところ外人勢の連携がいいエロデスが先頭ですね。試合の権利があるのはルークグラハム。エルボーとチョップ合戦。お、グランドコブラカウント2、ボディスラムパンチ。おっと、これは木村にダメージを与えようというのか。ジャンピングタック。さあ浜口タッチです。浜口とエローですかな、いや浜口とグラハムかも。投げます、浜口とエローですですね。エローです、ボディアタックか、足をしごく。エロです、パンチを打つ。2、そしてブレインバスター浜口、お、たまに場外へ。お、椅子を持ったグラハムが攻めるが反撃です。浜口、これもやっぱり熱くなるといけません。浜口ベアハックを食らっているぞルークグラハムに。まだヘッドバットで攻めつける。ここで浜口戻ってきました。権利があるのはグラハム。ここでおっと、あ、ジャンピングネックブリカドープ決まった。カットに行くグラハム。木村が援護、バックフリップ、木村にタッチ、エローデスもグラハムにタッチです。ここでダブルのブレーンバスター連携決まりました。木村とグラハムの対決になります。おっと、ここでなんとフォーク攻撃、木村から出血、その出血した額でなんとヘッドバット。木村、浜口すぐにタッチ、またダブルのボディスラムを決めていきます。エルボーです。おっと、首を絞めるルークグラハム、邪魔に入る。再びダブルのブレーンバスター浜口託します。おっと、また先だ。これはどうするんだ。エローデスイタッチ、浜口とエローデス、
エローです。コーナーポストに上がったがちょっと呼吸が合わなかったか。これはフッテンエルボーです。そしてブレーンバスター、キューナイタッチ、ダイビングに、エルボーから、おっとこれはアームバーだ。嬉しい、木村が沈んでしまいました。ラ・エスカレーラなんですかね、アームバーですね。ロデスの腕しぎ、変形の腕しぎにやられてしまいましたね。なんとちょっとこれで2日間の全試合は終わりです。と、この前追加しましたヒト、ぴょんぴょん飛ぶレスラーですね。こちらをちょっとお見せ したいなと思います。古川橋とやらせてみましょう。30分さあ、この、人はとにかくぴょんぴょん飛ぶレスラーで、カサドーラフトスタンプなど、あと空中技を得意としております。一方対戦相手の古川氏はボディスラムとドロップキックでを中心に組み立てる、遅くさレスラーとして、まあ若手レスラーとして組んでおります。おっとサイドスープレックス。さあ、全くタイプの違う、噛み合わないはずのレスラーになりますが、どうなりますか。おっとドラゴンスクリュー、首4の字、バサミだ、エルボー、足4の字か、古川橋。おっと序盤はこういう腕を取る技もやってきます。ブレーンバスターロープに振ってダイミングボディープレス、カウント2、コーナーに打ちつける、足トーキック、おっとエンズ、エンズイ変形の、おって腕を攻撃、そして腕を狙ってますね、なんかわからないけど、それをダブルアームスプレックスで反撃、カバーに行く、ハンド2、お、また腕を攻撃だ。さあ細かい蹴りですね、カバーに行く、ハンド2、ロープに振って蹴りを見せる、腕を攻める、サイド腕か、かなり右腕が狙えております。古川橋、おっとまた
ローリング円錐だ。お、首四の字。古川橋。あんまりぴょんぴょん展開にならないですね。古川橋相手だと。ちょっと付き合っちゃうのか、そばと。おっと、ローリング。無理アタック。逆にカバーに行く。カウント2。腕をここで取る展開。アウト、カサドーラフットスタンプ。これが得意技。サイドスープレックス。そしてロープに振って大ボディアタック。逆に振ってクロスフライングクロスチョッパーフワッツ。サイドスープレックス、フライングメイヤー。おー、ロープに振ってボディアタック。カード2。お、エンゼルは不発。ハイキック。おー、トーホールドですね。足を攻める。意外と飛びませんね、ぴょんぴょん人。お、今度はグランドヘッドロック。カバーに、これはロープブレイク。おっと、ダイビングヘッドバット。これも得意な技、人な。ダブルアームスープレックス。カバーに行く。カウント2。人。おっと、腕を攻める。そしてムーサルトホール。カウント2。逆にカサドラフットスタンプ決まった。そしてジャンピングハイキックですね。ブレーンバスター。カバーに行く。 2.9 グランドヘッドロック。本戦になってます。サイドバスター、ダイビングボディアタック。カバーにはいけない。おっと、腕試技、逆十字。さあ耐えられるか、古川橋。飛びつき腕十字も結構得意技としております。グランドヘッドロックだが、これはロープブレイク。おっと、また円錐。フットスタンプ。ラ・マヒストラル、これも得意技です。お、カサドラフットスタンプからムーンサルトホールを得意ですね。巻き技、巻き投げです。カバーに入った。カウント2。お、コーナーポストからダイビング、フットスタンプからムーンサルトホール。カウント2。粘りますね、結構古川橋。もう一回コーナーポストからダイビング、フットスタンプ、連打。だから立ち上がる古川橋。おっと、アームロックだ。これは意外。なんとか耐えます、カサドーラフットスタンプ。おーっと、ポーズを取る、キック、サマーソウトドープ。おーっと、だが後ろから倒しまして、カウント2。おー、ソバット。ちょっとダメージが古川橋深いか。円錐ローリング。おーっと、腕を攻める。古川橋なんとか耐えるが、もう腕が下がっているぞ。お、これは丸め込んだ。スリーカウント。いやー、人最後は飛びついて丸め込んで勝利ですね。ミステリアスラナ。こう古川橋のオーソドックスレスリングに付き合った部分もありますね。
ハママンモスとやってみよう。おっと、これも得意技。ブレーンバス、高速ブレーンバスター。おっと、このね、ダンス付き合ってしまいます。ボディスラム。チンロックですね。さあ、ロープに振って脇がたへ。おお、足を蹴る。丸め込む。カサドラフトスタンプが早くも決まった。さあ、弱点はですね、下半身ですね。フママンモス、サイド脇固め。さくて、おっと、すごい飛びますね。おっと、奥間フォアスタンピート、カバーに入る。あとはパンチを打つ、パンチを連打。そして4点ポジションの膝。今度はロープに振ってジャンピングエルボーからムーンサルトホールだがカウントワン。ヘッドバット、カサドラフトスタンプ、サイドカサ、そしてコーナーポストからダイビング、カウント2。このダイビングフットスタンプからムーンサルトアタックは強烈です。お、そしてラーマヒストラル、これもあります。カウント2。おっと、スタンディング肩固めだ。タフワンマンモスを得意技。お、丸め込む。カウント2。お互い距離を取るが、オクラホマスタンピート。パワーではタフワンマンモスは上ですからね。足4の字。お、またダンス。飛びつき腕十字。スタンディング肩固めです。さあ、これで運動量を下げようっていう考えでしょうね。おっと、これはバスターですね。 2.9 追い込まれた人、まあ、パワーがありますからね、タフマーマンモスには。このように追い詰める。そしてバックエルボー、打ちつけてチョップチョップチョップ。ただちょっと疲れが出るのが早いかもしれない。さあ、パンチの連続だが追撃いけないんです。蹴り、おっと、ボストンクラブどうだ。なんとか粘る。逆にそうとするか、おっと、当たってしまった。2位アタックからカバー。 2.9 人なんとか返す。お、アームロックですね。ちょっと攻めきれてない感じ。おっと、
バクリカカ投げる、ストンピング、あ、脇固め、これはちょっと危ないぞ。なんとは耐えたが、おっとオクラホマスタンピート追撃いけないんですよね。パンチカバーに入る、スリーカウントでした。はい、タフマンマンモスのパワーは一枚上でしたね。そんなにヒットピョンピョンできなかったですね。じゃあということで国際の戦飛ぶ選手をやってみましょう。まずは、マイティ井上、やっぱりマイティ井上ですね。行ってみましょう。カサドラフトスタンプ、いきなり円髄、さらに腕を攻める、アウロック、エルボー、でそしてトーホールド、コーナーポストから、おっとスピングトーホールド、切りで迎撃、ロープフーからんとジャッピング2かな。さあ他にですね、この人はシャイニングウィザードなんかを持ってます。いつそれが出てくるか。蹴りです、トーキック、蹴りで返す、そして寝ている時に攻めてきた時は蹴りで返すこと多い。シャイニングウィザード決まった。パンチ、円髄は不発、丸め込むがカウントはなし、ボディアタッカー、カサドラフトスタンプ、サマーソウトドープ、バク宙ですね、バク宙のパフォーマンス、そしてムーンサルトフォール、カウント2、カサドはフットスタンプ、ニーアタック、円髄はちょっとこれは目測誤ったか、ロープに振る、だがこれはうまい、ラ・マヒストラルだがロープブレイクですね。逆に丸め込む、カサドラフットスタンプ、ムーンサルトフォール 2.9、 丸め込む 2.9、 マイティ追い込まれてます。カサドラフトスタンプからダイビングに円髄、ジャンプ決まった、お飛びますね、そしてムーンサウトホール、ぴょんぴょん飛ぶ、スリーカウント、なんとあっさりマイティの上破ってしまいました。トボー様俺だというばかりです。ダブル2プレスからムーサルトホール。じゃあちょっと
マッハ・ハヤトで行ってみますか。ちょっとこれが最後の試合です、本日。シャイニングウィザード、サドワフトスタンプ、ムサルトホール、バックドロップ、ストッピング、おっと腕を攻める、首と腕を攻めますね。スタンディング式三角みたいな感じでしょうか。おっとダンスパフォーマンス乗ってしまいます。マッハ・ハヤトもカサドワフトスタンプ、ジャンピングに、カサドワフトスタンプ、蹴り前蹴りです、バックドロップ、そしてサマーソルトドロップ、おっとローリングエンズイから腕攻めです。パンチ、さあ釣り天井だ、またカサドラフトスタンプ、ムーサルトホール 2.9、 お蹴りで逃れる、ムーサルトホール 2.9、 ボディスラム、スリーパーに行こう、飛びつき腕十字、ブレイクです。そして腕を攻める、腕攻めに行こうか、ムーンサルトホール、スリーカウントあっさりです、6分24秒、強いな。まあ冒険とか以外の選手だったら勝率は高いですね、特に空中系は。腕越しコンビネーションからムーサルトフォールか、はい、というわけで、国際プロレスシリーズ3月9日10日の試合、1981年3月9日10日の試合でした。次回はこの3月12日府中市府中商工会議所会館大ホール大会、こちらが行われます。こちらでは IWA 世界タッグ選手権、アニマル浜口マイティ井上対エルコバルデ、エローデスの挑戦者組との対戦となります。また金網デスマッチ、大山健三、マイク・ボイエッティも争います。19日のに大会で引退してしまうので、大山は、ここがまあ最後の晴れ舞台みたいな感じになりますね。で16日鳥取大会、17日に愛知県豊川市大会と続きますが、まあ確実やるのは16日鳥取大会前ですね。ひょっとしたら17日豊川市大会もできるかもしれませんが、
ということで、約まあ折り返し点ぐらいまでは進めたのかな、3月10日はという感じですね。はい、スーパーファイトシリーズ、このシリーズで東京10人チャンネルのレギュラー放送を打ち切られてしまいます。非常に団体としてもよりピンチになっていく段階の状態、まあ、このルーテーズ杯というのはこの巻き返しの手だったわけですが、結局決勝は行われずに団体崩壊してしまうことになります。ということで、 あと、まあ、5ヶ月ぐらいとなるわけですが、このシリーまずはこのシリーズを楽しみましょうということで、ファイプロワールド以上になり、国際プロレス編、今回はここまでとなります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にてプレミア公開2日後4月1日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This live Twitter X my アカウント please follow & リポスト&グッドボタン。ファイアープロレスリングワールドお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。